今回はスクールソーシャルワーカーの古賀智子さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。スクールソーシャルワーカーという、まあ、資格というかお仕事皆さんご存知でしょうか。略して SSW というということなんですが、古賀さん、この SSW スクールソーシャルワーカーってどんなお仕事なんですか。はい、まあ、学校生活において、まあ、いろんなことにそのお子さんが困られたり親御さんが困られることってあると思うんですよね。まあ、例えば行きたくないって言い始めるとか、まあ、勉強がわからないとか、まあ、場合によってはその、まあ、金銭的な問題もあったり、まあ、お子さんがあのちょっと親に叩かれたとかっていうことも多分あると思うんですが、その学齢期にいろんなこう悩まれるような状況があったときに、まあ、スクールソーシャルワーカーがそこ細かくお話を聞いて、まあ、必要な制度とかサービスとか、まあ、やって人をこうつなぎ合わせたりとか、こうつないでいくという仲介役のようなお仕事をさせていただいてます。あのそれは保護者対象なんですか、それとも子どもや先生対象なんでしょうか。全てですね。もちろん一番あの大事なのはお子さんなので、お子さんがどんな状況でどんな気持ちでいらっしゃってるかっていうことを一番大事にはしますけれども、大人と違って子どもさんの場合って何かその子どもが困ってたら親や先生たち抜きではこう解放に向かっていくって難しいんですよね。なので親御さんや先生たちの相談も乗りながら、まあ、一緒にこう考えていくお手伝いをするというようなことになります。ということはその学校を常駐というか保健室の先生というような形に近いものがあるんですか。本来スクールソーシャルワークという、まあ、分野があのできてきた西欧諸国ではその形です。あの保健室があって、まあ、カウンセラーさんの部屋があってソーシャルワーカーの部屋があってっていう風になって、まあ、見える形で、まあ、私がどんな人でとかっていうのが見えて子供が相談に来たり、まあ、いろんな人が来るんですけども、まあ、日本はまだそこまではなくって、学校にもお部屋がなくてですね、まあ、学校の先生や親御さんがスクールソーシャルワーカーに相談したいっていうような案件が出てくる、あるいは先生たちがそういう人がいるから相談してみませんかってあのお子さんや親さんにおっしゃった時に、まあ相談に行く派遣型っていうのと、まあ最近出てきてるのはそのお部屋まではないんだけれども毎週火曜日は学校に来てますよっていうことで、まあもうちょっとこう顔が見える形で困られたタイミングにより早く支援に入っていくという形もあります。そういえばあの子供が通っている学校にそう相談室じゃないですか、なんていうんですかね、こうカウンセリングルームかな、はいはい、っていうちょっと特別なお部屋っていうようなイメージのところがあったなと思ったんですが、そうですね、はい、そういうところにいらっしゃるんですか。そういう学校もあるとは思うんですっていうのはあの学校さんってお部屋がないですので、うん、まあ、あの外部からこう誰かが来た時にあの、まあ、本当に丁重に扱ってくださるがゆえにこちらのお部屋へみたいな感じでっていうところもあるんですが、まあ私が今言ってるこう割と配置型に近い地域はもう職員室にこう一つ席をお借りして、まあ、そこを拠点にもう自由に学校内をうろうろしたりとか、まあ、必要な、ちょっと気になる子がいたりあのピューって取り出してる子がいたり遅れてる子がいたらおいおいって声をかけて、まあ、そういうお部屋でちょっとお話しするっていう形で部屋で話したりするんですね。ただおっしゃったようなあのお部屋で特別に話をするみたいなスタイルも、まあ、まだ多くのところで残ってるかなとは思います。ということはどちらかというとこう教頭先生がいる、教務の先生がいる、担任の先生がいる、給食の先生がいる、その中の一人の先生というイメージですね、はい、本来はそういう役割ですね。そういったそのスクールソーシャルワーカーっていうのに当初からそのなろうと思われてこういろんなことを学ばれてきたんですか。私が学生の頃は残念ながらスクールソーシャルワーカーという職種自体がなくてですね、あの2008年に国がそういうこう、もともとスクールカウンセラーさんはもっと前から学校にいらしたんですけども、まあ、いわゆる心理的なサポートだけではなくって、まあ、生活面でいろいろ困っているお子さんやご家庭の支援も必要だろうということで、まあ、福祉の専門職であるあのソーシャルワーカー、まあ、社会福祉士か精神保健福祉士の資格を持っているんですが、を学校に導入するっていう風になったのが2008年なんですね。ただ私はあのもう学生時代からその、いろんな意味で困ってるこう若い人、子どもたちとかですね、思春期の人の支援がしたいなって漠然と思ってたので、大学を卒業して資格を取ってあの病院とかで働いてて、学校現場でそういうのが始まるよって聞いたので、あの即退職届を出して
転職をしたという感じですね。日本でそういったものがそのシステム化されてきた、その中で当初のところからずっとこう今まで関わってらっしゃるということで、まあ、ですから2008年ですからもう15年ぐらいおよそ経つことになります。その15年というと、まあ、ここ数年でも例えばコロナ禍だったり、あと ICT がどんどん進んだりということで社会自体がどんどん変わっていく。携帯電話もそうですよね。携帯電話のガラパゴスからスマートフォンが当たり前になって、パソコンからタブレットの方へとどんどん変化があるんですが、そのおよそ15年前と今ってその子どもたちの様子も違うでしょうし、保護者の方々も違うでしょうし、ということはその相談される内容自体もどんどん変わってきてませんか？そうですね。例えば15年前ぐらいに中学生で関わらせていただいた子たちが、小学生の親さんとしてまた出会ったりとかもあるんですけれども、はい、まあ、当時は例えば不登校一つをとっても、今ほどフリースクールとかいろんな選択肢もなかったですし、世の中全体がその学校を休むということへの寛容さもそこまでなかった、あるいは学校の先生たちもそこに対するノウハウもなかった。ですが今は、ね、フリースクールに行けたりとか、まあ、学校の中でもこう、行くか行かないかだけじゃなくて間にいろんな方法を取られたりということも出てきましたし、はい、先ほども言いましたように親さん自体 もうそういうのが不登校という概念がある世代の親さんもいらっしゃる。一方で登校拒否というワードで、ですね、育った親御さんたちもおいでになって、そこが混在しているのが今かなと思いますね。確かにそうですね。また自分の時を考えると、自分の親というのはその学校に行かないっていう選択肢はなかったので、例えば極端なことを言ったら、はい、風邪をひいて熱が上がろうが、そうですね、もうとにかく学校に行けっていうのをもう叩き出されるような感じで言っていたな、はいはい、今どうかなって考えた時に、以前はその不登校学校に行かない、行きたくないっていうことを子どもが言うっていうこと自体が頭の中なかったと思うんですが、うん、今は多分保護者としてもいつ自分の子供がその学校行きたくないって言ってもおかしくない、まあ、社会状況なのかな、言われたらどうしようっていう、なんか縛られてるとか恐怖感みたいなものも常になんかあるような気がしますね。なんか親御さんの中にはもう言われてもへえそうなんだっていうような、本当にこう、それあるよねっていうふうにスッと受け入れられる親御さんの世代もあったりですとか、逆に本当にこう自分のこう育ちとのズレですごくこう、はい、まあ、混乱されたりですね、あとどう関わっていいか分かられなくて、子供は割と普通にお家にいるんだけど親さんがこうパニックみたいな、そういうケースもやっぱりあって、本当にこうもともと私たちのこう相談援助活動っていうのはこう個別性、それぞれのこう個別のニーズや思いやによってこう支援をするっていうのが基本なんですけれども、それがよりこう個別性が高まっているのかなというの印象はありますね。多様性という意味ですごく重視されるようになって、こう大切にというのがあるので、そういった意味合いでは保護者一人一人、それこそお子さん方であれば小学校だったら年齢も6歳差、中学校だったら3歳差となってくるんですが、はい、保護者自体の年齢差っていうのもずいぶん広がってきてるかなっていうふうに思うので、そうですね、はい、保護者それぞれの子を見つめていくと、これまたすごい多様性につながってきませんか？なので例えば同じような状況に見える、あるいは似たようなお子さんに見えても、もちろんお子さんのニーズや気持ちもお聞きするんですが、それに関わる、親さんはどんなお気持ちなのか、あるいはそれに至る背景とかですね、まあ、結構親御さんがその学校に行かせなきゃって焦られてる背景におじいちゃんおばあちゃんの圧があったりとか、あるいはその休ませた時に見てる人がいないというような状況があったりとか、まあ、もしくは先生たちも本当にこう、ね、若い先生と、まあ、超ベテランの先生と考え方が多少違ったりして、なので皆さん その個別の事情やお気持ちを、まあ、本当に、まあ、全部というか、まあ、できるだけ集めて、そこでこう何が現実的にできるか、この子のために何を一点として見れるかということを探っていくという作業が、まあ、とても大事だし、まあ、先ほど言ったようにいろいろになってきたので、まあ、なかなかこう難しくなってきているような印象もありますね。特にそれを当人同士だけでとなったら、うん、これは本当難しいそうですね、はい、多分
依頼がかかってくるときにはいろんな感情がもつれてしまってそうですね、なかなかこう解きほぐすことが難しいときにってなってくると思うので、やっぱりこう、まあ、親御さんとお子さん、あるいは親御さんとかこう、まあ、子ども同士、二者関係っていうのはこじれやすいですし、そこをこう当事者同士で紐解くっていうのは難しいと思うんですよね。最近の言葉であの斜めの関係とかっていう言葉があったりとか、はい、あのまあ、本当に昔で言うとちょっと親と子じゃなくて近所のおじちゃんとか、まあ、まだ結婚してないおじさんとか、ちょっとこうあのそのがっぷり四つじゃない存在の人が入ることで、まあ、そう言ったけど実はこう思ってるんだとかっていうのが見えてきたり、あるいはこうちょっと仲介してもらって、まあ、子供で言えば、お父さんに怒られても、いやでもお父さんはねって実は昨日とってもあなたのことを心配してたのよってこう言ってくれることで、あそうなんだって気づきがあったりする、そういうこう別の人が入るっていうところで こじれてたものが、まあ、気がついたら紐解かれていくみたいなこともあるかなって、そういう役割もまあ必要かなというふうには感じますね。その日常の保護者同士だったり、はい、また子ども先生との関わり合いの中で、その本当に皆さんはそのスクールソーシャルワーカーというその学びはしてきてはないんですけれども、今古賀さんがおっしゃったような視点を持ちながらやっぱり関わっていくってことは大切ですね。そうですね、なんかやっぱりもちろんこう時代とともに、例えばあのこういうタブレットとかも含めて便利になった部分もあるとは思うんですけど、でもあの生のこう関係性であったり、そういう人が間に割って入ってこう温度感も感じながら調整するような、そういう機会って減ってるかなと思うんですよね。なのでそこをやっぱり誰かがこう調整していくような役割は、まあ、やっぱ当事者である先生とかお子さんとか親さんとかよりも、まあ、フリーの私たちのような人たちの方がしやすい部分もあるかなと思いますね。まさにそのこと自体が、あの古賀さんがお話の中でされる遊びの中に人と付き合っていく上でのいろんなスキル、力を養うものがあるんだっていう、そこのところにつながってくるのかな。そうですね、もうその自分たちの友達だけではなくて、たまたまその広場に居合わせた他のチームとも一緒になってみたりとか、世代もこう随分多岐にわたったりとか、いきなり遊んでる中でじゃあ全体見たところでこんなルールをしようかとか、あいついつも捕まるからじゃあバリアで捕まっても捕まらないことにしようかとか、そうですね、はい、その交渉だったりとか折衝だったり、そういった意味ではもうたくさんリアルに遊んでもらうっていうこと重要ですね。本当にあのおっしゃったリアル、あのバーチャルではなくて、はい、もちろんそれもいいとは思うんですけれども、ぜひその、ね、まあ、遊びもリアル、喧嘩もリアル、何でもリアルな経験が大事かなと思いますね。小学校ではその1年生から6年生までがその縦の学級というような形でこう一緒になって遊んだり、縦割り学級だったり、はいはいはい、遊んだりとか、はい、ということもされてます、はいはい、そういったその一つ一つってまさにそこにつながってくるかと思うので、保護者としては学校でどんな取り組み活動してるのかなっていうことを見ながら、あこれってこんな意味があるのかな、専門的な方から学ぶという、まあ、PTA の研修会なんかもあったりするので、そこと結び合わせて自分自身も成長しながら関わること重要ですね。そうですね、どうしてもこう、まあ、私も含めみんなそうだと思いますけど、こう自分が見ている世界でものを見てしまうので、私だったらこう学校がどういう今思いでそういう取り組みをされているのかとか、あるいは我が家では見せない顔を我が子がその場面で見せてたりとか、なんかそういうこう多岐にわかる多方面から見ていく、はい、それをこう、まあ、見ようとする、つながろうとするっていうのが親さん、まあ、大人の方にもですね必要かなとは思いますね。ではあの最後に、自分の子供はそうなんですけれども、まあ、よその子もですね、今地域で子育てっていう言葉も随分言われていますので、子供たちと大人が関わるときに大人に大切にしてほしいもの、こんな視点ぜひ持ってほしいなっていうものをご紹介いただいていいですか。そうですね、あの子どもたちって、まあ、大人もそうだと思いますけど、自分の思いをこう全部言葉にしたりすることって難しくて、時にはこう思いと違うことをしてしまうようなこともあると思うんですよね。あるいはその、親だからこそこう知られたくないこととか、まあ、あの親だからこそついちゃう嘘とかも場合によっては成長とともにあると思うので、まあ、子どもさんであっても、まあ、
全部分かってるわけじゃない前提の方がいいのかなって。でその代わり分からないからこそ聞かせてっていうところでいろいろ聞いていく、あるいはその、そういう行動とか言葉尻だけじゃなくって、どんな気持ちなのかみたいなのをしっかりこういろんな人が受け止めてあげるっていうのが大事かなと思います。学校に行ってる時間帯というのは、親としては一緒にいないわけですもんね、うんうん、そこでどんな体験してるか、どんな気持ちになってるかも知らないわけですから、家に帰ってきて、まあ、問い詰めるっておかしいですけどそこで聞いてみて、言われたことっていうのが分かるっていう、同じ体験はしていないので、うん、必ずしもイコールではないっていうところを自覚した上で関わることですね。 そこをまあ親として受け止めるのはとても大事ですけれども、うん、まあ、だからといってこうまるで自分のことかのように、うん、本当イコールになってしまうとちょっと判断を見誤ったりとか、本当はその子が向き合うべき課題であったり、あるいはその子がしてほしいのは解決じゃなくて聞いてほしいだけだったりするのに、こっちの感情でちょっと違 こう方向性になっていくなんていうことも、まあ、時々出会ってしまって悲しいなって思うこともあるので、本当イコールじゃないっていう前提は必要ですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はスクールソーシャルワーカーの古賀智子さんにお話を伺いしました。